エレは、イタリア海軍のルポ級、フリゲート8番艦、または、改めるポ級、アルティリエル級もしくはソルダティ級フリゲートに、分類される場合は4番艦となる。艦名は、敵艦兵を意味するイタリア語に由来する。グラナティエレは、リユニティ造船、リバトリゴソ造船所で建造され1983年12月1日に、寄港、1985年11月14日に、 浸水し、アルカティシャーと命名されるも、大金未払いのため、イラク海軍への引き渡しは見送られる。その後湾岸戦争を経て、国際連合の制裁措置もあり、引き受け先が中に浮いたままであったが、1993年にイタリア海軍が購入することとなり、グラナティエーレと命名され1996年3月20日に収益する。 1996年から2001年までは、ラスペツヤ海軍基地を母港とする。2002年、船隊修理のため短期間の整備の後に、国際活動のために2つの部隊活動に従事する。同年4月11日から7月7日まで、常設大西洋海軍部隊に属し、9月9日から11月4日までは、常設地中海海軍部隊の下で活動する。両活動において、 以下の国々に立ち寄った、チュニジアチュニス港、クロアチアスプリト港、トルコアクサズ海軍基地、ギリシャクレタ島に寄港し、2003年にはリビアトリポリ港に寄港する。これは、イタリアとの関係融和を図るカダフィ大佐の働きかけもあり、両国の関係悪化後に初訪問したイタリア軍艦となる。 2004年から2005年にかけては、任務のためターラント海軍基地には長期間の不在状態が続いた。特に2005年は広範囲に展開していた。2005年5月から7月にかけて、スペイン・カディス、ポルトガル・リスボンに寄港し、ターラントには短期間の停泊の後に、インド洋に出動し、アフリカの核付近における、ソマリア沖の海賊への対処活動に従事し、アデン湾に展開した。 この間デンマーク席の商船の救援や難民船の保護及び通過船舶の護衛にあたり長期間にわたる活動はオマーンサラーラ港やジブチ港を拠点にしていた。同年11月25日にターラントに寄港する。ありがとうございます。